どうも皆さんこんにちは、松葉です。本日はですね、エンシュラウデッドっていう最大16人でマルチプレイのできるサバイバルクラフトアクション RPG、 こちらの方の攻略動画、やっていきたいなと思います。でこのゲームですね、ちょっと特殊で、職人の NPC がいるんですけど、それらを解放してその NPC を使ってクラフトしていくっていうような、ゲームなんですが、そのうちの1人、カリウドっていうのがいるんですけど、そのカリウドミッションで、多分バグかなと思うんですけど、ちょっとやりにくいのがあったので、そっちの方紹介していきます。で、ジャーナル開いて、これですね、カリウド用の織り機っていうミッションがあるんですけど、カリウドがパッドキットでより良い防具を作るために織り機を必要としている。彼女は東ラピスにある食工の小屋を探すよう提案してきた。大体の位置はマップに記されている。小屋には旗が飾られているため見つけやすいはずだということなんですが、でマップの方に記されてないんですよね、このミッション。なので、ちょっとこれをね、ゲームを通しながら紹介していこうかなと思います。で一応小屋には旗が飾られているということなので、まずこの東ラピスに行って、その後この食工の小屋を、旗がね飾られている場所を探したいなと思います。まずこのマップの本当真東ですね、真東の東の東のここですね、端っこに東ラピスっていう町があります。なので、まずここにファストラして、 OK、 やってきました。これが東ラピスの町なので、この中に入っていきます。で、食工の家を探すんですけど、結構ここ敵が多いしレベル帯が高いので、ちょっとしっかりやらないと危ないかもですね。やばい、この緑が強い、これ強いんですよ。あの緑のやつが強いので、あれはしっかり引きながら、爆弾爆破、あが落ちた。オッケーですね、ちょうど下に落ちてるんで、その間に探そうか。旗が立ってる、旗が立ってる。あ、これかな。あ、これですね。ここが食工の小屋です。東ラピスの、ちょっとマップ確認すると、ここですね。ちょうど、今、いる場所なんですけど、ここに食工の小屋があるんで、この中に、危ない。入っていきます。で、どれどれ、どこかな、どこやったかな、確か地下か、ありましたね、この地下に。おお、なんかおる、いや、やばい、緑おる、緑、ああ、やばいやばいやばい、ああ、ちょ待って、詰まってる、そら、よーし、ナイスナイスナイス、危ない。ちょっと回復して、さあこれは逆に熱いっすね、向こうも動けないんで、こっからはめ殺します。さっきこいつやっとこうか。OK。で、ここに織り機があるので、これを回収するという感じですね。 OK、 これで、あとはミッション、この織り機を配置してやればミッションコンプリートということなんですけど、
もう一回ちょっと場所見とくと、ここになってますね。っていう感じになってます。で、あとは、ここ、シュラウド隊から出て、このシュラウドの中にいるときは、ファストラができないから、こっから、ファストラしてきます。どこや？これですね。よし。で、無事帰ってきました。なので、あとはこいつを配置してやれば、あ、結構でかいんですよね。まあ、適当に、ちょっとこの辺に置いておいて。OK。これで、クエスト完了になります。っていう感じですね。まあ、今回ね、この、まあ、これだけなんですけど、ちょっとわかりにくかったんでね。もし、自分でね、探したいっていう方は、また別なんですけど、本当、まあ、探して分からなかったっていう方がいたらね、参考にしていただければなと思います。ちょっと短かったんですけど、今回の動画はここまでになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。